はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。スペシャル延長を積んでいるのにバリアを使わない人は、くら寿司に行って唐揚げばっか食べるやつと同じ。寿司行ってんのに、うん、そういうなんか別のサイドメニュー食うと、そうそう、デザートとかね、いっぱい食べちゃう。まあでもうまいからなっていうのはあるね。だからそのくら寿司行ったから、うん、マグロ食べなさい、ね、サーモン食べなさいっていうよりは、俺はでもお前目の前に美味しいもんあるから食べちゃおうよ。じゃあくら寿司行かなくてよくない？いやいや、唐揚げ美味しいお店行った方よくない？いや、もっとなんか専門の。違うんだよな。なんかそのあれでしょ、あの上野動物園行ったのにアイス食ってみたいなことじゃなくて、またなんかちょっと違うかい。違う、違う、違う。いや、いい、分かったよ、分かったよ。今日は若葉ですか？それは違う。いやいや、分かったって。違い分は分かったから。はい、若葉ですか？若葉、はいはい、若葉のスペインをだいぶ積んでる。スペインをいっぱい積む、うん、なるほどね。これどれぐらいの秒数になるんですかね？まあ大容よりは長くない、6秒ぐらいあんのかな。ああ、もともと 4.5 秒ですからね、うん、そんな伸びるというわけで。でも真ん中空いてないのでちょっと空きつつと。そうだね、分かりました。これ今ルールはヤグラになってます。ヤグラ、じゃあヤグラのバリア投げね、バリアでどんどん買ってください。はい。あ、というわけで金目鯛マヒマヒの2つですけども、はい、どちらが来るのかな。お、金目、金目、さあ金目の、まあ若葉、まあバリアで乗るという部分に関して、あのそうか、ちょっと池あんのか、一瞬池の部分があんのか、そう、それ怖いですけども。さあ味方の編成、チャージャー1人とホットブラスター。ああ、なるほどなるほど。まあ無敵3つありますね。これはあー、これアップね。くー、この3つの無敵をうまく使いたいですね。さあまずは入ってって、左側塗って、多いよ、入りますね、相手の陣地まで。ここまで入ってしまえばかなり楽。おー、でも結構濡れてますよ。しかも乗り意識も高い。さあリッター乗ってくれてる、ナイスリッターですねこれは。さあ、おお、ボムかかる。そして溜まりましたよ、ついに殿下の宝刀。長いバリア、長い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 な、長いね、長いな今の。いや、今のは長かったね。うん、やっぱ相手のブラスターも終わると思って打ってたもんね、うん、えってなる。それで終わんなくて結局やられてしまったという形でしたね。ナイス、あ、いいですよ。いや、こういう、まあちょっと相手のその隙をつけるのはでかいですね。終わると思ってるとこ終わらないみたいなさ。さあこれ上にいるのバレてしまってますけども、それでもなお上に行く。さあでもこっち見てくれてるのはでかいですね。やばいやばいってこっちを見てる間にいやグラは進んでいる。さあしかもこの味方もバグラ、バリア使ってる。バグラって言った、ないないない、いやいやいやよくわからんぞ。ちょっとね、あっ、おねいけるか。ああ、倒せると思ったんだけどな、押し出されちゃったね。まあまあでも20、なかなかでかいですよこれは。なかなかでかいですけども、このでっかい数字を守りきる、もしくはもっと先に行ける。バカ野郎こっていいよ、面白い自負動画みたいにしなくてさ。さあまっすぐ行って右から入る。これはでもちょっと塗り状況が悪くなってますね。いやきついなこれ。さあこのね、やっぱ脇が必要かな。センサーつけられた時の、いや若葉の無力感といったらね、確かにな、マーキングガードないと。さあ使って、でも相手はねこっちのために一人の、おーおーおー、当たるんか今の。若葉一人のためにスパショを使って、それをバリアで無効化して、さすがに諦めたか。戻る。さあ進められちゃって、うわすげえ塗り、相手めっちゃ塗ってますね。塗ってる塗ってる。これはまずいですよ。さあこれ以上進められたくない。うん、やだね。ピシッと当てて、ああ、打ってくれてる。さあ突っ込んでいきたい、いいですよ。31で止める、危ない、気をつけて、無理しないで。おいよ、なる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 ね。さあもう一人来ないか、気をつけて。うわー、登ってきていた、まだいたか上に。はいはいはい。さあしかもスパショを構えている、弾の速いですね。さあ危ないよ、まだまだ相手は進めてきてるよ。これ大王とかで来られたら終わる。うん、来られる前に、ああ、嫌な音したけど、え、あー危ない、味方か、味方味方、あー危ない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 。さあしかし凄まじい押せ押せ量ですねこれ。これ早く貯めたいんですけどもね。さあ戻してしまう、危ねえ、危ない、いや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 、
オッケーオッケーオッケー、とりあえず下ろした下ろした。危ねえ、窮地を脱しましたね。さあ味方に使ってあげてなくない？あげてないな多分。あれ開けてなかった俺。全然開けてなかった。独り占めしてました今。さあ危ない、グワーッ、やるやるやるね。さあしかも味方もこれ大王溜まってますよ。大王ですね、バリア、バリア溜まってますのでバリアに乗じていきたい。飛んでればバリア使ってくるんじゃないの、これ使ってくるんじゃねえの、使ってくれる、最高。さあいいですよ、いいですね。これで前でキル取っちゃえば味方が勝手に乗り続けてくれる。あれこれで若葉見て、若葉見て、あ、いやヘイト集め失敗、相手結構見てますねちゃんと。オーケー、ヤグラの方しかしぐんぐん進めている。えい、さあこのバリアで退かして絶対乗れちゃうもん、あー絶対乗れちゃうもんだが、うーん、あー長いから助かったの今の。危なかったの今、うん、今のは長いから助かった絶対。さあここでこのボムをうまく使いたいが、さああと30秒、これはでもちょっとまだ油断は禁物ですよ。3といえどね、うん、全然返せてしまう場合はあるので、さあ無理せずいきましょう。この3危ないでいいですよ、グッと乗っていきたいが、センサーが怖い。まあ先ほどちょっと言ってましたけど、センサーガードがない分このセンサーつけられた時が痛すぎますね。しかもこのセンサーつけられた状態の若葉はかなり無力してますね。さあだいぶ進めている、これは止めなければ、しかし無理せず行きたいですね。あ、止めた、おい、ナイス。いいですよ、いいんじゃないですか、押しもね強くなりますし長い、うん、マジで長い、バリア長いね、うん、こんな長くなると思ってなかった。これ自分でやってこんだけ長いと思ってることは、うん、相手もっと長く感じてるはずだから、相手も味方もね、やっぱなんだこれなってるかもしれないからね。まあそういうなんかその強をつける部分は強いと思いますからね、うん、はいはいはい。まあどんどん使っていきましょう。まあでもこのマヒマヒとか来た時さ、これ来るか、おお来た、ここちょっとでも櫓乗る際怖いですね。そのバリアで弾かれて落とされちゃうみたいなことが、そう落ちるとねめんどくさいの。だからまあ使う位置、はいはいはい、うん、もしくは使うときはまあ周りにね守ってあげるみたいなのもありますが、そうね、ですよ。さあ味方の編成としては、あバリア、バリア1、これはおい1落ち、多分落ちた、やられちゃったかな、バリア、ね、バリアは2個ありますね若葉と一緒に。さあこれ乗っけてあげて、このローラーが、これカーボンか。さあ、強気カーボンがいて、いいですよ、投げて。さあ、ここ入った時が本領発揮。バリちゃん、バリバリ、あ、危ない。これはやられてしまわないようにしたいとこですが、ボム置いといて。いい、さすがにな。しかもここで、あ、でも、守られた。よかった。カーボンじゃないと今の行動やっちゃダメだったね。ローラーとか、ブラスターとか。まあ、カーボンに対してやっちゃいましたからね。そこはさすがに。ボムでやっぱり置いといて、ボムに任せる感じでもいいかもしれませんね。さあ80まで進められているが、しっかり戻して、こっからですよ、まだ始まったばっかり、怖いよ。さあ結構カーボンに幅利かせられちゃってますね。ここはしっかり止めたいところ。そのためにはバリアも必要だし、ボムも必要。これやばいな、怖いよ、危ない。いやこれは嫌ですね。すごい濡れ状況だね。いや、やばいやばいやばい。味方確かに濡れる武器がね、まあ、寿司か、まあ、あと一応若葉か。寿司と若葉、どうにか塗り返すしかないですね。はい、来るかな。だいぶ、ぐいぐい来てますよ。さあ、リードはされましたけども、まだまだ落ち着いていきますね、この数字は。さあ、気をつけて、危ない。さあ、つけて、逃げられてしまうが、でも味方につけたバリアも長く続けるので。とりあえず止まったからいいよ。これはかなりのアドバンテージが取れましたけども、さあ怖い。さあ相手のこのラピカなんかもわかんない。おお、いいですね、押してくれて。さあ攻めに転じましょう、ここまで来たら。怖い、危ねえ。おお、見ている。さあ打って戻って投げて牽制、ぐるぐる回る。広場の塗り状況をね、とりあえず戦いやすい環境は作りたいですね。さあ見ているが、少しも飛んできている、気をつけてください。あ、でも味方も飛ばしている。これですね、お互いにやっぱそのお互いが止めれる武器を止めつつ、見ている。ナイス。いや、だいぶこのカーボン見てくれてますね。相手からしたらかなり頼もしいんでしょうけども、オッケ
これ乗るよ。はい、飛んで乗って、さあこれはいいですよ、いろんな方面から守ってあげましょう。おーおーおーおお、さあカーボン来ている、嫌ですねこのカーボン。さあ降りつつも死なないように立ち回る、なぜなら強力なバリアを持っているので。あ見て、ね、どうにか貯めたい。さあ行きましょう。いいですね、いい潜伏ですけども、味方の陣地の方で潜伏されている分にはまだ怖くない。さあ危ない危ない、どっちか行けなかった。うんちょっと進めるためのキルがまだ取れてない状況ですね。そのきっかけになるのがこのブーン。いやいや、やっぱり惜しかったんだけどな、今惜しかったんだけどな。やっぱそのバリアがね発生するまでのほんの数フレームさせてくる。俺をかも、ああああ、でもそれでああいいですね、はいはいはいおとりなのこれ、おとりおとりそこ降りると、うん、おとりおとり、あのーマークがつくことによってってこと。そうそうそういやまあ強いっちゃ強いけど、さあいいですよ、進んでますね。いいじゃない、これはもうあとはもう奥行って、ここでねバリアがあると最高なんですけどね。カレーに対するラッキーみたいなあると最高なんだけど、まだ溜まっていない。うん、いいですよ、投げて、さあ戻されてしまいましたね。まだあと1分ありますので油断は禁物。しかし13はね決して弱い数字ではありませんよ。さあ行きましょう。矢倉奪われて下から見えているが、あのリッド、わあ気まぐれリッターにバレてしまったか。いやバレてない、おバレてない、いいですね。さああいつとしてはびっくり。ここであと30秒、ここはもう乗って続けてあげたいけども、どこでバリアを使うかがすごいターニングになりそうですけども、怖いねこれは。さあまだバレていない、バレていない、降りるまで待つ、降りるまで待ち続けて、うん、絶対止める、いいですが、いいですよ。さあ後ろから取るさあしかし奪われている、これはでも奪う手立ては立ってますよ、立ってるけど使っちゃった。ああいいですね、さあ絶対長い誰よりも長いバリアいいですね、はい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 、まあ今みたいにその乗り重視じゃなければ落ちるのも怖くないから、うん、いい感じですね。まあ言うてそんな落ちるとこないのか、そこまで。そうだね、うん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 、いいじゃないですか、味方につけた時がやっぱ強いね、うんうん、やっぱその長くなってる分つければつけるほどそのアドバンテージが高くなるのでいいでしょう。勝ち飛び入り上手ステージは金目マヒマヒ金目、あ、マヒマヒか、なんかマヒマヒの矢倉は、うん、見てるはずなんだけどなんかあんまり見慣れないんだよな相変わらず。なんでこれのさ上等手段みたいなのってあんまりまだ言ってないよ、ね、例えばここはさ右から行った方がいいみたいなさ言ってたけど、あもう乗って倒せばいい乗って倒して塗ってよ多分そういうこと言われてるから多分俺印象ないんだろうさあとりあえずはまっすぐ入ってって広場での戦闘ですね。ここでやっぱまずいね、1手目で負けちゃうと返すのも結構大変になっちゃうので、うわー嫌なデコカーボン、ここで守りましたね。いいですいいですよ。さあしかし塗られてますねこれは、うおこれはまずいか。でもねセンサースパショ大王バリアっていうねなかなかスーパーらしいねバリアバリアねスペシャルの組み合わせなんですけど、あお倒してあげたい、あー傷難しいか。さあ戻ってきて投げますよ、矢倉戻してはいるんです、うわー2枚抜き、これは気持ちいいだろうな相手。これはねフレームのとこにバッて当ててね、あーまずい、あーまずい、あーこれあーまずい、これは全部入られちゃってるね、もう入られてる。あーでもいいですね、1人倒してリタン、あーだってカーボンも倒して危ない、いいですよ、とりあえず戻して61に進まして、しかも全落ち、これは塗り返しましょう、塗り返して塗り状況もよく、そしてスペシャルも溜まって攻める三段が立てれますよ。こうなるとさあ味方のクローズアップを、なんかおいおいすげえもんなってるぞ。さあザクローズアップはねセンサー入ってくれることもいいですよ、そうかキシートールの CM で危ない危ない、うん長いから絶対逃げれるね、
でかいね、それは。さあ、リードもして、あとは、センサーとか、スパショとか、ダイオウとか、味方が持ってくれているスペシャルに期待しつつ、自分も乗りつつ、回りつつ。さあ、しかしやっぱりスペシャル延長の方にね、すべて持ってってしまったせいで、溜まるのはちょっと若干遅いですね。そう、溜まるのがね、遅いのがね、ちょっとね。うん、だからこそ、絶対に打ちたいですね、溜まったら。溜まったら絶対打てるように、死なない立ち回りが大事になってくる。さあ、味方がこの前に来るのに少し時間かかっているね。かなり相手に押されているんでしょう。さあ、乗ってくれて、使う、いいですよ、絶対倒す。あれ、おりすまんだ。空中で、さあ、いいですよ。さあ、ここでボムで邪魔をしますよ。相手の帰り道をなくすのも上等手段。チェケッチェケッと、これはまずい。チェイスになるほどね。チェイスはやっぱ即爆発ですからね。2分の1だった。あ、右か左か、うん、今のでね、読み勝ってれば勝ったんですけどね。さあ、しょうがない、これは戻ってきて。30はそんなに強い数字じゃないですね。強いっちゃ強いけども。さあ、ぐんぐん前に進んで壁を塗って、大事ですね、壁塗るのも。しかし壁を塗るとスペシャルがたまらないというジレンマ。これは結構相手もグイグイ来てますね。まあ、無理せずいきましょう。真ん中の状況が良くなるまではあまり無理にいってやられてしまって、バリアを使えなかってしまうっていうのが一番痛いですからね。マシュの音が聞こえる。さあ、やって同じところに行ってしまってますね。さあ、進めてきましたよ、相手がついに。たまんねえんだよな、この駒が進んだ瞬間が怖い。来てますね、カーボン。食い棒じゃない分。ああ、いいですよ。チェイスボムラッシュを退けて。さあ、これは絶対落とすまん。ああ、危ない。まあ、右にいる。危ない。たまるまるしじゃない。ね、ああ、もうちょっと。たまらないな。たまるまでが、ね。むずいな、これ。たまるまでが厳しいですね、これは。止まってからその6秒間もね、うまく使えないといけないので。さあ、これは強いのは強いんだけどな。これは怖いですよ。なんかある、なんかない。いや、あー、ありましたね、太陽。いいですよ、絶対止めてくれる。とりあえずはまだリードはしてますけども、ちょっと相手の攻めっ気が強くなってきましたね。この攻めっ気が強いまま押し切られちゃったら良くないですよ。厳しいか。ああ、下回った。よかった。ああ、よかった。危ない。安心。ああ、ここまで来ればね、全然。あとは25秒。さあ、だけど、ちょっと塗り状況が悪いのは変わろう。変わらずなので、ここはね、しっかりと塗りつつ、守りつつ、倒しつつ。ね。まあ、無理に進めることも考えてね、戦っていくのが大事でしょう。さあ、味方が塗ってくれているし、倒してくれている。さあ、あのザップかなり強いですが、ああ怖いよ。さあ、しかし乗るのに間に合わない。いっぱいだな、やっぱ夢中になるとね、うん、いっぱい倒せはするんだけども乗れないと。いいじゃないですか。いや、怖かったな。いや、ちょっとスペゾじゃないけど、なんかスペシャル溜まるの積みたいね。一番やっぱいいのは、うん、メインにスペイン埋めて、うん、あのサブでスペゾをこうちょっとこう補強するみたいな、うん、移動系積んで、うんうん、まあ移動しやすくして、はい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 、まあ貯めるか、すぐ塗りやすくする、そうそうか、はいはいはい、まあサブインクとか積んでボムの回転率上げてボムでのスペシャルの、なるほどね、増え方増やすか、はい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 、うん、さあここで見せたいですけども、だわあ金目来ましたよ、金目欲しいですね。スペシャル減少量ダウンつけてるじゃん、うん、サブで、うん、あれはどうなん、そのシナジー的に。なんかあんま減少量ダウンはいらないかなっていう、うん、ただね、スペインがね、意外とギアないの。はい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 。あ、スペシャル延長メインで、でスペシャル増加がつけられそうとか、ちょっとあ、それ足にはあるかな。はい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 、服にはあったかな。なるほどね。おー、いいね、急に。さあ、このやっぱ全員が死んでる時が、早いそこまで行くの。メロリン、あれだね、負担がついててスッと戻ってきて一発目が多分今なんですよ。なるほどなるほど。さあ、91全然スペられませんでしたね。もったいないね、せっかくの全欲しい、それは。うん、まあここでやっぱやられないように立ち回るっていうのが大事そうですからね。そうなると減少が見えてる、めっちゃ見えてる。あ、いたね。さあ、
顔を出しましたけども、やっぱここでね、一発で倒しに行くっていうのはできないのがちょっと歯がゆいところ。さあ見られてる、さすがに。見られてはいるが、逆に言うと、見えたことによって下がる。いいですね。さあ、ここまで来たらだいぶ、いい感じですよ。しかも溜まっている。美味しい。さあ味方にあげたか、今。あげてるね。いいですよ。味方は下で、ね、自分は上でね、バリアを使って制圧していきましょう。これはでかい。さあ、長い6秒。この6秒が、勝敗を決する可能性がありますよ。さあ、真上に行って、しっかり倒してあげたいところですけども、潜らしている。怖い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 。いいですよ。ガーッ！何と対応した？若葉か。なるほどね。攻撃若葉か。攻撃若葉。まあ、四角が確定なだけか。さあ、何か進めるために、一つ何か足りないものがありそうですね、これは。さっきから結構、みんな倒してはいるんですけども。リッターがまあ邪魔なのは、まあ、それは邪魔なの。相手すごい見てますからね、あのリッター。おいーこれ、あ、でもまあね。まあ、これができればいいんですよ。なブラスターのちょっとやっぱ弱点っていうかね、結構目立ちやすいですから。さあ、ここで、見落ちしてるんですね。見落ち、うん。取ってはいるんですけども、荷落ちを取った時にあまり濡れてないんですよね。だから結構相手が塗りまくってるっていう可能性大。マジで？こっちもプロモデラーいますからね。モデラーが塗ってくれるという部分も期待できそう。さあ、ちょっと飛びますよ。投げて、投げて、もう一丁、投げる。いいですよ。試したいんですね。さあ、ブリュー。使えるかな、これ。さあ、落ちないでくださいよ。落ちないでください。俺のもらってくれ、せめて。そう、俺はね、乗りたくない。そうだね。そう、乗らないで使った方がいいんだよ。はい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 。あそこ落ちちゃうから。そうだね。もうちょっと前、まあでもここ結構長いのか。長い長い。結構水長い。そうだね。じゃあもうできる限りやっぱ、使って、その乗ってるやつ以外全員にあげて、みんなで守るのが一番いいですね。まあ結局でもまあ、バリアついてなかったらやられてたと思えば。あ、でもそうか、バリアのせいで、バーよく落ちるな。一番落ちるかもしれないね、ここね。そうだから落ちないように先に右上に上がる。はいはいはい、はい、動画で言ったと思いますけど、言ってたね。だからそのここでなんかドンパチできないようにしとくっていうのが大事なのね。ああ、でも行きましたね。さあ、ここまで来たらもうリーチでしょ。分かんねえな。あ、でももう大王でやっちゃってるわ。もう乗っとくか。やってる。いやいやいや、もう大王も大王よ、もう全部いいんじゃないですか。でもうんうんうん、まあ勝ちは勝ちだからな。はいはいはい、うん、まあバリアを味方に上げて散れるのがいいね、うん、その6秒あると。はいはいはい、味方はこっち、ね、俺はこっちっていうふうにできるのは強いですね。久々に封じがいいこと言った。結構ない、散れるのいいねは。いや、散れるのいいね、俺の中で結構刺さった、言おうとしてた、うん、ああ、いや結構言ってると思ってたけどな。まあでもいいね。まあまあいい試合でした。はい、さあ、というわけで、はい、ねえ、スペエン若葉、ね、うん、使ってみましたけども、感想はまず、感想としては、うん、まあ俺積むとしても2個までしか積まないんですよ。はい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 、メイン2個ぐらいまでしか積まない、うんうん、だけども、まあ、3は3でやっぱいいとこはあるなっていう。まあかなりそのやっぱやり込めばやり込めるほど、やり込めばやり込んでる。何を待ってる？何？やり込めばやり込んでるほど、長さに対してびっくりするね。あ、びっくりする。うわ、こんな長いわけねえじゃんって。そうそうそう。思っちゃう。やっぱ、スペイン積んでないのが、標準で体に染み込んじゃってるから、うん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 、うわ、ちょっと長えな。おいやいや、もっと長えな。っていう。2段階ぐらい来るから。うまい人に刺さりやすいかもしれないね。うん、それはさあ、そのスペシャル減少量に関してなんですけども。これは減少量はそんなかなっていう印象。やっぱ見てて、その、たまんねえは多いけど、うん、やられたことによって、あ、こんだけ残ってくれたって、あんまりやっぱ、この環境ではあんまり良くないかもしれないね。うん、まあ、貯めれるしね。うん。頑張れば。結局貯めれる。だったらスペゾーにしたり、できれば、サブは。そうそう、スペゾーだとか、はいはい、まあ俺は移動系、うんうんうん、あとはまあインク効率、はいはいはい、特に俺とかはね、あのボム結構使うんで、うんうんうん、まあサブインクとかそういう人使ってもいいかなと。なるほど、うん、わかりました。じゃあちょっとまだまだギアはね、研究段階ということで、ね、まあ完璧なのできたらまた見したいですね。はい、はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。